奏、大丈夫？え？今、自分の足につまずいてたね。自分の足につまずいてた。ごめん、昨日からご飯を食べてないせいかも。昨日からご飯食べてなかった。半日以上食事抜いてるってこと？そんな状態で映画終わるまで持つの？これから映画だった。てか真冬さんも一緒にいたでしょうに。っていうか、真冬は見てなかったの？せやね。あんたもなの？真冬さんも自分の足でつまずいたの？作業に没頭しすぎて、つい。ああ、そういうことか。私も。あははは。二人ならありえるかも。ごめん。でも、映画を見るくらいは。映画大丈夫？ああ、もう映画見るの中止！みんなでご飯食べる会に変更。いや、素晴らしい提案。画面越しの HV さんの皆さん、こんばんぴです。今回なんですけど、時系列がちょっと分かりづらくなっちゃうかもしれないけど、今撮影日はワンダショー発行イベが終わったタイミングです。なんで11月28日で、何の動画を撮るかというと、気づいた方いると思いますが、今僕の所持クリスタルはゼロなんですよ。これは意図的にゼロにしました。まあスタミナ回復や納税で使ったりするとゼロにするのは簡単ですが、今回の企画は現在のクリスタルゼロから、まあ、僕が本気を出せばどれだけクリスタル増やせるのか。はい、早速やっていきましょう。結構コメ欄で、まあ、プロ使って石ためにくいだとか、配布が少ないみたいなコメントよくもらうんだけど、まあ、そんなことないよって僕は毎回言ってきました。からにはちょっと本気で取り組んでみようかなと思います。で、期間なんですけど、まあ、次のガチャ開始までです。僕、新規ガチャ来ると課金してしまう固有スキル持ちなんで、まあ、それまでにどれくらい貯まるんですかねと。どうやって貯めるのか大雑把にまとめました。まず、チャレンジライブですね。僕は全キャラスコア100万超えたんで、まあ、大きな恩恵はもらえませんが、皆さんは100万目指してください。僕は200万目指して石回収します。あとはイベスト、回収します。サイドストーリーも回収してないキャラ回収していこうかなと思ってます。キャラクターランク報酬の恩恵ももらいに行きます。あとは下埋めハードとかエキスパートのフルコン報酬もらいに行こうかなと思います。そんな感じでよろしくお願いします。この動画が良ければ高評価チャンネル登録をお待ちしております。おすすめからちょっとプロセカの石回収気になるって来てくださった方、登録お待ちしております。すいません、まず300増えちゃったんですけど、イベント終了後のバーチャルライブです。で、下埋めからやっていきます。僕がフルコン報酬もらってないハード、こんな感じですね。それではやっていきましょう。はい、ここからエキスパは唯一フルコンできてないワッツアポーとワンダッシュの新曲は動画で上がってると思うんで、マスターのフルコンを目指していきます。って言ってもマスターフルコン難しいんで、難易度29までで、フルコンしてなかった触ってなかった曲をフルコンしていきます。時短のために2回挑戦してフルコンできた曲だけにします。じゃあ戻します。
ちなみにマスター29までで2回目まででフルコンできなかった曲はこんな感じです。6曲残りましたね。割とフルコンできる気がしませんでしたね。現在のクリスタルこんな感じになっています。優勝ゼロですね。2310個。こっから最初はチャレンジライブからやっていこうかな。みのりちゃんが200万いけそうだったんでやります。曲はブレブレです。これが1万スコア出ます。あっぶねやっぱ200万って難しいんだな。いけると思ってたけどこんなギリギリなるか。はい、増えてます。2780個ですね。じゃあここからはまずイベスト回収しますか。イベントストーリーこれですね。2話から8話まで。はい、スキップですが、クリスタルこんくらいもらいました。思いのかけらだったりももらえてます。チョコももらえます。なんかトロフィー解放します。で次普通にプレゼントボックスもらうか。あーこれはそのイベントの報酬の6200位報酬500個、カラパスプレシャス、あとログインボーナスとかですね、2日分溜まってます。サイドストーリーですね。未読にするか。あ、前半未読がね、なんと3名だけでしたが、これもねちゃんと回収していきましょう。後半はレベル上げないと解放できませんが、前半解放すると25個もらえるんでしっかり回収していきます。続いてキャラクターランクの報酬ですね。ここ見るとわかるんですが、キャラクターランク1個上がると、まあ、ボーカルカードもらえたりもあるんですが、だいたいクリスタルもらえます。でキリが良かったら300個もらえたりという恩恵があります。で今回なんですけど、あともうちょいでキャラクターランクが上がりそうなキャラを探したんですが、今のミク、これが73から74になるまであと粒が1個、あと粒3つで上がるキャラたちを上げていこうかなと思います。それがミク、イチカ、トウヤ、エムちゃんになっています。これは割とヤンキーな方法ですが、キャラクターランク僕はじゃあアナザーボーカルで開けようかなと思います。まずミク一つですね。まあ、ここはね好きな曲選びましょう。トリコロージュか携帯電話かベノム。じゃあベノムにします。続いてイチカちゃんですね。2曲オーダーメイドは取るか。じゃああとネオなんですが、ここでボーカルカード使います。トウヤくん、トウヤくん、んー、リセイブしかない。エムちゃんは結構取ってる。待って、エムちゃんがないんだけど。一曲しか解放できなかった。じゃあエムちゃんちょっと回収できないんだけど。あ、そっか、僕ちゃんとエムちゃん取ってやがる。まあいいや、じゃあ、ミクから回収していきます。はい、100個もらいます。74になりました。続いていちかちゃんですね。61になります。綺麗な黄色になってる。はい、ありがとうございます。トウヤくんですね。秋とは秋の気候。69になりました。100個もらいます。でなんだかんだ4355まで来ました。あ、てかこれで全部か。最初に言ったことは全部終わったんですが、4355まで、次回のガチャまでに石を回収させていただきました。まあね、チャレンジライブがなんだかんだ、100万いけばね、一人のキャラで3800個もらえるのか。うん、まあ僕は全部終わってるんで200万目指したんですが、まあ一番手っ取り早いのはそこなのかなと思っています。動画が少しでも、参考になったという方、ぜひチャンネル登録お待ちしております。あとは毎月プロスカ放送局から500個もらえたり、まあログインだったりバーチャルライブだったり、まあ石もらえる瞬間はねたくさんあると思うんで、これからもプロスカ楽しんでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。